ちなみにどうしても私とエロいことをしたければ、サキと渚を振って私と付き合って3ヶ月くらいデートとかキスとかいっぱいしてくれたら、そしたらさせてやってもいいけど。いや、サキちゃんと水瀬さんが大事だから大丈夫。一応言うと、好きか嫌いかならもちろん好きだよ。なおや、ショッキー。